だわあ、そういえばさ、高田さん彼女できたっすよ。すげえ自慢してた。この前ついに初デート行ったんだって。で、なんか決まっちゃってさ、なんか初デートだから彼女になんかプレゼントあげなきゃいけないっつってさ、あいつ何だけだと思う。初デートで婚約指輪プレゼントしたんだよ。ドン引き彼女初めてね。速攻振られたって。バカだなあいつ。バカだなあいつ。バカだなあ。ちょっと高田と思い出したんだけど、あれ何、この前な、高田が酔っ払って自転車こいでたんだね。それでも公園を走ったらしいんだけど、分かんなくなって池にバーンって飛び込んじゃったらしいよ。バカだなあいつら。池にバーンだよ。飛び込んじゃったんだって。その話さ、この前俺がお前にした話だよ。そうだね。え、だって俺その場にいたし、高田が池でマシャーってなるとこ見せたし。そうだね。いやお前人から聞いた話をさ本人にしちゃうって何それ。バカだなお前。あ、そうだ、高田といえばあいつさ高級レストランでバイト決まったやつすげえ自慢してたじゃん。おでさ、バイト始まったんだけど、厨房で高級食材つまみ食いしててバレて3日でクビになったって。バカだー。ひどい。何やこれ。ほんとバカだなあいつ。あ、そうだ高田が。何何、この前初デートしたんだって。おそれで初デートした時に初めてのプレゼント何もらったの持ってったと思う。婚約指輪だったよ。バカだ。なんでなんでその話さっき俺したよ。そうだっけ。えそうだっけ。眠いの。眠くないよ。逆に心配だけど。え、大丈夫。あ、高田といえばさ、昨日よ俺さ、高田と山本と3人で飲んだ、高田の家で。そしたらさ、もう夜中になったらもう酒なくなっちゃって、そしたら高田が、あ、じゃあ近所の自販機あるから俺買いに行ってくるわ、バーって出て。でもさ、全然高田戻ってこないの。あれっつって山本と2人でさ、全然戻ってこないなぁ、ちょっと心配だな。そう、え、昨日高田と新井と山本で飲んでた。そしたら酒がなくなったから高田を借りたって。そしたらあいつ帰ってこないんだよ。なんで帰ってこないんだろうね。いや、ちょっと待って、今その話してたの。そうだっけ。えいやいや、なんで今話してた俺を止めてお前がもう一度押ししたの。どういうこと。ちょっと俺今超面白い話してんだから黙って聞いてるな。で、俺たちさ心配になって、あれ高田どこまで行ったんだあいつ、で酔っ払ってもなんかどっか倒れてんじゃないかな、心配になってさ。で、じゃあ2人で探しに行こうっつって。2人で行ったんだ。それで2人でさ、探しに行って、で近所見たんだけど、全然近所見た、うろうろしたんだけど全然いなかった。そんで、自販機へ追いついちゃうとおかしくない。なんか俺が言ったことをお前からも聞こえるなっていうのはうすうす感じたんだけど、追いついちゃうとおかしくない。よく追いつけたの今。俺が超面白い話してたの、黙ってたよ。いや、そんでえなんでジュース買ったんだよ。そのジュースの缶持ってもう寝ちゃったんだって。そしたらその缶に金入れられてたんだって。え、なんで追い越しちゃう。金入れられたんだって。え、2回。え、いやよく追い越せた。なんかこの話知ってたの。知らない。つい昨日で俺誰にも言ってないし。ああ、なんで心を読んだのか。なあ、そういう人か。なんで笑ってんだ。おい、え、読んでんの。なんでこの沈黙。何、その金で続くの。その金で、え、何も知らないもん俺。高田、競馬行っていいんだよ。はぁ、競馬行ってどこ見てんの。万馬券当てる。怖い。万馬券当てるぞ。
まあ、電話。え？高田だ。もしもし。あ、昨日の金で万馬券当たった。あ、テンション高いとこ悪いんだけど、今お前に全く興味がない。なんで分かった？なん、よっちか？よっちなのか？そういう人か？その金で。え、まだ続くの？もう怖い。上海万博行くぞ、最近。高田が。ああ、なぜですか？どこ見てんの？今年の。え？ワールドカップもうすぐだ。テロで中止になります。もう予言じゃん完全に。神なの？あれは神なのですか？あ、ラミさん。はい。2015年。あ、結構未来の話。彗星が降ってきて人類が滅亡しますよ。どうしたら助かるんですか？安倍さん、お願いします。助かる方法を教えてください。あれさ、さっき高田君が言ってた万馬券の番号って何番ですか？あいつはいつも誕生日なんで24です。24。私もそのレース買ってるんです。まさか僕15外れてんじゃねえか。